待てアメ。ヒャハこいつはすげえ美人じゃねえか。お前たち食料は持っているのかい。いい子にしてたらたんまりやるぜ。そうかい。ではそいつをいただくとするか。男ちょっと助走すりゃ貴様らのようなウジ虫どもが飛びついてきやがる。やろう、ふざけやがって。やっちまえ。相手はたった一人だ。ぶち殺せや。あの拳法は、南都水拳一派の南都水長拳。動きは水面に浮かぶ水鳥のように優雅華麗だが、その拳の威力は、比類なき残虐非道の必殺拳。おい、胸に7つの傷を持つ男を知らんか。知らん。そうか。では用はない。貴様の食料は俺が始末してやる。胸に七つの傷の男、やつを見つけ殺すまではたとえ泥をすすってでも俺は生き延びる。ケン、やつらは？ああ、片付いた。これでばあさんの仇が取れたぜ。あ、そうだ、こっちにもいいニュースがあるんだ。子供たちの面倒を見てくれる村が見つかったんだよ。でも条件があるんだって。村を狙う野党の武装グループを追い払ってくれたら面倒を見るって。この村です。じゃあ、花は好き？私はマミヤ。あなたは？リンです。ユリア。ユリアが生き返るはずはない。しかしそれにしても、ヒュー、お見事。どうやら腕の方は用心棒として合格のようね。ま、来てすぐ地獄行きにならないようにね。今のはお前の女か？もし貴様の女だったら他人に取られんようにすることだな。俺の名はレイ、覚えておくがいい。長老、もう一人助っ人が見つかりましたよ。ケン、あの人の目は人を助けるような人の目じゃない。俺もそう思うぜケン。あの面、大悪党の面だ。分かっている。入ったぞ。あの男今うまいこと村に入った。よし、攻撃準備。まさか自分たちの用心棒がこっちの味方とは思うまい。水が髪を洗えるほど。そうよ、この豊かな湧き水のおかげでこの村は自給自足ができるようになったのよ。どういうつもり？出てってよ。人を呼ぼうよ。呼ぶがいい。来た人間が死ぬだけだ。いい女だ。野党にくれてやるには惜しい。野党が、野党が！
もう動きやがったか。今のあの人の目、マミヤさんを見た目はケンと同じ優しい目だった。なぜ。次に死にたいやつ、前に出ろ。あんた、どこにいたんだ。裏切ったこれは、なんと垂直剣。気が変わった。真剣を。なんと水長剣、嫌な予感がするぜ。なぜ奴らを裏切った。奴らとお前とでは勝負は見えている。俺は強い方に寝返っただけだ。俺にはたった一つの目的がある。この手で胸に七つの傷を持つ男を八つ裂きにすることだ。そのために人を裏切り、人を殺し、今日まで生き延びてきたのだ。大変だ、奴らが降参を。貴様らよく聞け。血には血を。我ら騎馬一族の血をたとえ一滴でも流した者があれば、そいつの村は女子供まで皆殺しだ。それが我らの掟。けどが、
開けろ、門を開けろ。こう助けるんだ。待ちなさい。助けに行くことは私が許しません。あなたたちが叶う相手ではない。表に出たら奴らの思うつか。貴様ら、女子供一人残らずこいつのようにナマスだ。覚悟しておけ。覚悟しておくのはお前らの方だ。大した女だ。お前らはいいリーダーを持ったようだな。村人一人を殺されたぐらいでは顔色一つ変えん。あの冷静さは変える。あんたらに何がわかる。一番悲しいのは間宮さんなんだ。コウは間宮さんのたった一人の弟なんだ。お父さん、お母さん、コウがそちらに参ります。悲しいことには慣れているつもりでしたが、一人になるのは辛いですね。体はどこだ。答えんと死ぬぞ。あそこだ。そうか。新覆面という飛行をついた。こいつは返してもらう。それからな、一歩でも動いたボンだ。ふざけやがって。ぶっ殺して。騎馬一族、一人も生かさん。騎馬一族をただの組織と思うなよ。こんな強大な獲物も狼の前では無力。
バカ野郎初めて見たわ。レイ、理のないことには動かない奴がなぜここに。おそらくお前と同じ理由だろうぜ。お互いに女の涙には弱いと見えるな。なんだお前たちのその余裕は。それが殺されに来た人間の態度か。てめえらごとき、なんと聖者の前にはゴミくず当然。俺たちに子供騙しは通用する様の命はあと5秒。そんな5秒なんていや。では今死ね。ダウラ。まさか北斗神拳を使う男に会おうとは。これもなんとと北斗の宿命というやつだな。一つ聞かせてくれ。どうして胸に7つの傷の男を追っている。帰り地で汚れてしまったが、これは妹の愛理が結婚式につけるはずだったケープだ。俺の留守に村を襲った奴は両親を殺し、幸せをつかもうとした愛理を連れ去ったのだ。俺はその男の顔を知らぬ。ただ父が息絶える前に胸に7つの傷の男とだけ、俺はその男を見つけ殺す。さよなら、こう。これはこうの。それでは奴らは。俺が行くこともなかった、奴も。だが気を抜く、騎馬一族は思ったより統率の取れた集団だ。ここにまた一人
村人の尊い血が流されてしまいました。しかし私たちは何としてもこの村を守っていかなければなりません。この村のために、死んでいった人たちのためにも。さあみんな、戦いの準備よ。お前が戦うことはない。お前は女だ。女？私はとうに女を捨てたわ。今あなたの目の前に立っているのは女ではない。この村を守るためのただの戦士、マミアよ。女でなければ胸を隠す必要もない。いいか、女は自分の幸せだけ考えていればいいんだ。アイリーがつけるはずだったケープだ。俺が帰ってきたら純白のケープをプレゼントしよう。どうやらお前と自分の妹が重なったらしい。妹？息子たちをこんな。この身内を殺された腹渡の断ち切れる思い、奴らに味わわせずにおくものか。探せ、あの二人の用心棒にも身内がいるはずだ。一人より二人の方が仕事が早い。それに騎馬一族はただの野党でもない。どんな手を打ってくるかわからんからな。私も行きます。あなたたちがどう思うと、私は村の責任者。最後まで見届ける義務が。それにあなたたちが逃げ出さないとも限らない。ついていきます。死ぬぞ。構いません。